国会議員でこの法案に賛成する人間は絶対忘れない。君たちはおかしいだろう。私はここで二度ほど言っているが、国会議員にとっては板前の包丁にも等しい、そういう不可欠なものだろう。しかして特定秘密を指定するのは誰だ。国会議員とも答えろ。自由民主党の議員答えろ。そうですよ、答えなさいよ。この会見秘密、公明党の議員答えろ。ね、奴らが答えるまでもない。言わせていただこう。特定秘密を指定するのは行政の長、そして国会議員は立法派の住人でしょう。三権分立の原則、これを悪用しているんですよ。行政、地方、立法、そして行政ね、国政調査権、素手で魚を三枚に下ろせる板前はいないだろう。国政調査権なくして祭り事をできる政治家なんているわけがないんだよ。それを、ね、お芝居になっていないようなお芝居、公聴会という名のお芝居にもなっていないようなお芝居を打って、そして取り急ぎ自分たちの首を絞めようとしてる君たちは目を覚ましなさい。与野党関係ない話だろう。自らの存在を否定して生きていくような人間、どうですか。皆さんだって自らの存在を否定して生きていくことごめんでしょう。与党の議員、なぜあなた方は自らの存在を否定すること、それを率先してやろうとしているのか。目を覚ましなさい。官僚の独裁、そうです。行政だけが、三権の中で行政だけが突出した権力を持とうとしている官僚独裁なんていう可愛い名前で言えるもんじゃないでしょう。あからさまな独裁政治の始まりだよ。なぜかって、国会議員の皆さん、思い出しなさい。あなたたちは我々に選ばれた代表者でしょうが、民主主義でしょう、民が主でしょう。我々一人一人の思惑が代表者を通じて反映されるからこその民主主義じゃないのか。悔しいが、
だけ、どれだけ奴らが偉かったとしても官僚、これは選挙で選ばれた存在じゃないんだよ。どんなにふざけたことをしても我々は次の選挙で官僚だけは辞めさせるわけにいかないんだよ。そんな存在が一番力を持ってしまう世の中、これこそが独裁だろうが。我々の代表者に託されていない政治が起こる、これこそが独裁だよ。海の向こうの半島の北側の国を笑う人間がいるが、笑えない国になろうとして、そして与党の議員とも、あんたたちはその笑えない国にしようとしてる張本人だ。ではスピーチはこのぐらいにして、スプレッシュコールをお任せしようと思います。よろしくお願いします。